時は幕末。尊王攘夷運動により京の治安は日増しに悪化していった。それに対し幕府は会津藩主松平容保を京都守護職に任じ、治安維持強化を図ろうとする。一方、近藤勇率いる紫衛官一派はそんな時流を巧みに利用し、会津藩預かりのもと新選組を結成。攘夷の名を借りて悪霊の限りを尽くす不逞浪士を誅殺していくのだった。だが皮肉にも不逞浪士に引けを取らない悪党が体内に存在し、近藤らの頭を悩ましつつあった。その男の名は芹沢鴨。水戸天狗党の出身で新選組では筆頭局長の立場にある。第一章、芹沢誅殺。皆も知っての通り、芹沢先生の悪行三昧には。山田屋の一件はシャレにならなかったもんな。金貸さないからって大砲でドッカーンだぜ。そのせいで市政では攘夷派浪士よりもむしろ我々獅子心中の虫やが切ろぜ近藤さん。切っちまえば全て解決だ。掃除お前、芹沢先生は僕らを会津藩に紹介してくれて、でもだからってあの人の悪事は許せない。素直に応じるような性根でもあるまい。ああ、今宵遅れを取るな。
原田君と長倉君は裏手に回った。芹沢は奥の寝室で寝ているはずだが、気をつけろよ。分かってるよ、トシニ。その呼び方はやめろと言った後。行くぞ。Yeah!